何の施設だったんだろう。なんだ、眠っているのか。いや、保存状態はいいが、すべて死んでいる。死体？墓場なのか、ここは。墓にしては、それにヘルガイムキルではない。ヘルガイムキルがダナ人を作り変えてレナ人としてレネギスに住まわせたとすれば、どこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだというんですか。じゃあここにいるのは皆ダナ人、いやレナ人なのか。おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。こんなに大勢連れ去られて、そのまま目覚めることもできずに。どうやら戦わないと先に進めそうにないわ。気をつけろ、でかいぞ。何？なんでこんなのがいるの？あんた普通じゃないぞ。このズーグ、何を仕掛けてくるかわからない。油断するな。マグナコイアと
今のやつは何だったんだ。ここで作られて放棄されたものがそのまま生き延びていたとかでしょうけど、確かめようがないわね。どうしたんです？いや、ふとスルドブリガで誕生したはずの王たちはどうなったのかと思ってね。どういう意味だ？スルドブリガで勝者となるのはいずれも強力な精霊術使いだ。そしてさっきの敵には複数の人体を思わせる形状があった。明らかに自然のものではない。あれが勝者の慣れの果て？それがそのままずっと忘れられていたの？あるいはの話だがね。あんなことをどれだけ繰り返してきたんだ。ヘルガイム・キルはレナの精霊がそれをさせたんだ。ただ精霊力を得るだけのために。もう降ってこないよね。そう願いたいな。ああ、ティオハリムの話を聞いたら何とも言えない気分だ。私は可能性を述べただけだ。